どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。本日は NHK 朝の連ドラスカーレットの主題歌になっております、スーパーフライのフレア。こちらの曲をこの小さなウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもすぐできるようにしたガズレレ流超簡単バージョンで、後半はリズム、独特のあの疾走感、軽やかな疾走感満載のかっこいいバージョン。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、音楽聴くのもいいですけれども、楽器演奏を弾きながら歌う。自分で歌ってみる。これね、聞く側からやる方になる。これ最高でございまして。楽器は苦手なんだよな、それでもね、やりたいけど無理という方多いんですけど、ウクレレだったらですね、すぐできますから、簡単です。でも、始めたらわかる。簡単なんだけど、始めたらね、その、すごい奥が深いんですよ。なんで、ずっと、続けられるね、こう、本当に大切なパートナーになってくれると思います。ぜひ皆さん、これを機に、ウクレレで音楽始めましょう。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんできるようになります。もうちょっとしたら、ここにリンクあります。このリンク先の、初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画、リンクかかってますから、ガズレレ YouTube チャンネル見て、ウクレレ触ってるだけで、あれ、私もうすぐ、もうできちゃったよ、すごいって、すぐなると思います。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもね、ちょっとの隙間時間で無料でできますから、始めましょう。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンをここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこにはすでにガズが取りためたありとあらゆる音楽が800曲以上、もうすでにレッスン動画ですよ。超簡単レッスン動画でアップロードされています。最新 J-POP、 定番 J-POP、 洋楽、ハワイアン、昭和の夏メロ、演歌、アニメソング、映画の曲、もう何でもあります。はい、さっきのリンク先のところに行くと検索できたり、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、お気に入りの曲どんどん聞くだけじゃなくてやっちゃいましょう。それでは早速参りましょう。フレア、スーパーフライ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。涙が触ればきっと消えてしまう。ブラックの恋朝の連続ドラマスカーレット主題歌、スーパーフライのフレア。ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいて分かったようにショートカットバージョンでお送りしております。フルでやりたい方、コード進行はこの感じなんで、こう歌詞を書き出して2番とかでこう書いていってくださいませ。動画と一緒にテロップで一緒にできるようになった方も書いてね、自分だけで演奏するのをおすすめします。その時の参考になるようにガズのノートを見ていただきましょう。はい、最初 G7 ジャーッと伸ばしてから入るっていう感じがいいかなと思います。ちょっと歌い回しっていうか、言葉のタイミングがこうくるっと囲ってるとこう早口で言うぞみたいに、ちょっとガズは自分だけがわかるようなメッセージを書いてるんですけど、なんかこういう書き方もね、参考になればと思います。シンプルですけどね、コード自体はすごくシンプルです。ただしやっぱ歌のメロディーがすごくこう、なんていうのかな、ね、特徴がすごくあります。早口になるところとかタイミングとか、はい、一時停止でメモっててください。
あ、で、一応この下にくるって囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるバージョンなんで、ちょっと見ておいてくださいね。ここ伸ばすって書いてあるとか、まあ、そのまま伸ばすんですけど。はい。こういうところにもちょっとずつ下のが出てきます。はい、一時停止。ですか？はい。こんな感じかな。一時停止。はい、ちょっと分かりづらかったら動画のテロップ一時停止して書いてください。じゃあコードの解説いきます。結構いっぱいあるなと思うけど、これねガスレリスコードっていうあのコードのグループフル出場なんです。 C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、E-7。 これはですね、もう典型的なガズレレ必須コード、オールスター勢揃いです。はい、ガズレレ必須コード。これは何かと言いますとですね、ウクレレで音楽やるときにコードを覚えなきゃいけないんですけど、あのコードって本当に山ほどあるんですけど、皆さんウクレレで音楽始めようと思ってるわけです。その方はですね、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で使えて仲良しのコードの、コードを10個覚えてください。その10個のグループをこういうふうにガズレレ必須コードとに、あの、私がに、なんていうのか、名前をつけて言っておるんですけど、これはですね、ウクレレにとってすごく都合がいいコードですので、他の楽器にとってはそう都合がいいってわけではないんですけど、とにかく、まず最初に、この10個のコードを覚えた方がいいと思います。その中の8個ですから。で、10個もあるのかと思う方、安心してください。一個ずつ見たら一本指で押さえられるコードもいっぱいあるんでね。ただね、10個いっぺんに覚えようと思うとコツがいります。それを私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスッと入れるように覚えられる動画、ここにリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コードマスターしてください。今日はね、これ、ほんとフル出場なんで、今日のこの曲でマスターできると思います。この動画でコード、しっかり頭に入れて、楽しくコード覚えていきましょう。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、なんといってもこの曲やっぱリズムなんです。リズムが面白い。ちょっとね、私のイメージはね、こうです。カントリーミュージックみたいな感じなんですよね。どんな弾き方でやりたいか、ちょっとやってみましょう。こんな感じです。スピード感あるでしょ。こんなイメージの表現ですね。はい、ここに書いたんですけど、16ビートの疾走ビート、こんな表現になると思います。カタカナで表すとドンタンドタンドンタンドタン、この黒い点は間があります。ドンタンドタンドンタンドタン、はい、このテロップにも書いてみましょう。ドンタンツドタンドンタンドタンドンタンツドタン、はい。そしてドン、タン、とタンのこのタの位置の時に強く弾くんですよ。ドン、ダン、ドン、ダン、ドン、ダン、ドン、ダン。C でやると、ドン、ダン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 。手首を柔らかく疾走ビート。疾走ビートっていうのをね、そうだ、一応リズムの弾き方。16ビートと疾走ビートが混ざってるやつなんですけど、ここで、このリンクでちょっと見てもらいたい。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビート、ただこう手を振るんですよね。こう柔らかくしなやかにね。ジャカ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 、まあ、こんな要素です。ただただ16ビートというよりは、ジャカ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 っていう風に気楽に思っておいてくださいね。手首を柔らかくね。そして、疾走ビートっていうのはアクセントをつけてノリを出そうと。ただ、ダダ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 じゃなくて、これでノリが出るでしょ。同じことやってるんだけど、力具合で、ノリが出るんですよ。もう一回やるね。と、こっちの方がノリがいいですよね。このアクセント。これを使うわけです。それで、これを応用させたリズムがさっき出たこれです。ドン、タン、ドタン。後ろにアクセントくるよね。ドンパンスドンドンパンスドン1234 1234、ドンタンの時強いよ。ドンタンスドンタンドンタンドンタン、はい、これ全編にわたってこれを いこうと思います。あ、ただし途中で伸ばすね、 B メロみたいなところで伸ばすとこあるんで、そこはまああれなんですけど、これが結構心地よい、これこの軽やかなノリを生む、まあ、私の中ではちょっとカントリーミュージックみたいなリズムのイメージなんですけど、これは結構アクセントが後ろに来るんで、最初トンタン、トタン、トンタン、トタンってやってるつもりが、気づくとタン、タン、つく、タン、つくって頭に感じられちゃうようなところがあると思います。しっかりこう体を4つでこう体ごと乗っていって、こういうのがいいと思います。これちょっと今日これなかなか面白いリズムだと思うんで、ちょっとじっくりやってみてください。ちょっとゆっくりやってみれば C でゆっくりね、ワン、ツー、スリー、フォー、トンタン、トタン、トンタン、こんな感じです。どんなアクセントね、強弱、強弱、これも大事、これが大事になりますんで、はい、
チャレンジしてみてください。さあ、それではあとね、細かいいろいろ決めを見ていきましょう。ここに面白い決めを入れました、サビに行く前のね、響に行く前、ここ見てください。 G7 が2回続くところなんですけど、ここ見て、1弦の2345 G7 押さえたまま1弦だけ2345と上がっていきます。ちょっとそこやってみましょうか。G7 押さえて、あ、その B メロからやってみようか。私を作る出会いもさよなら、次ですよ。ラも2345で止まる。だん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 5が上がって、5に行くときにこれ届かないよって人は、この薬指をここ押さえたままでやると届かない可能性があるんでね、これ離すのがいいと思います。こうやって、こうやって、あ、間違えた。あと、この手首をこう回してくる。G7 から5フレットに近づくにつれて、こう回してくる回転を使うと。はい。2345。はい。これで止まってからサビにドーンと突入するということでやってみると思います。あと、細かいところでは、このサビの中の、この後半のところかな。ここ。さっきは G7 と Am でやったところ、ここ、ちょっとコードを増やしての、ここ、ワンブロックに4つコードを弾きたいんですけど、これも16ビートの疾走ビートでやってるから、ズンダン、ズンダン、ズン、この裏で弾きたい。ちょっとここのところやってみましょうか。いつの日も、ズンダン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 、こんな感じ。G、いつの日も、ズンダン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 。裏で来る。はい、ここちょっとねコツがいるかもしれません。ドンダンドドダンドンダンドドダン、はい、ここちょっとキーポイントになるかもしれません。はい、そういうわけでいろいろちょっと細かいね決めとかもあるんですけど、これはもう涙に負けるもんか、こう勇気を持って前に行こうみたいな、そんなメッセージソングだと思いますんで、こう軽やかにね、こう未来に向かって、そんなイメージで歌うのはいいんじゃないかなと思います。じゃあ行きますよ。スーパーフライのフレア、ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ゴー。涙が溢れた、きっと溶けてしまう、揺らぐの恋人、どうかここにいて、私を作る。フライのフレア、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。どうですかこのリズム。このね、前に前に結構前のめりで、やっぱり元気出していこうみたいな、このリズムからもそのねパワーを出せるように、疾走感大事だと思います。今日も前向きにいこう、そんなメッセージがねこう出されるといいかなと思います。皆さん大きな声でみんなで歌いましょう。はい、ガズさん、このちっちゃいウクレレ持って全国を飛び回っておるんですけども、そんな情報、このウクレレのあと最新情報と、あと本をいろいろ出してるんです。楽譜の本とかいろんな本出してます。その最新情報ちょっとこの後動画しつけときますんで、ご覧になってください。チャンネル登録お願いします。楽しく音楽やろう。ありがとうございました。ご案内動画どうぞ。はい、ひとまずこのガズレレ .com、 ガズレレ .com ホームページあります。ここにリンク貼っておきますんで、ガズレレに関することはこのホームページで確認しておいてください。イベント情報ですけど、今年は残すところあと2本になりまして、そのうち1個はもうソールドアウトになっております。ありがとうございます。こう2つあるんですけど、今週はいよいよ宮崎行きます。宮崎でガズレレ開催です。イオンモール宮崎、
島村楽器さんにお問い合わせください。全国から飛行機に乗ったりして集まってくださってももちろん大歓迎でございます。はい、お待ちしております。で、今度使ってるウクレレの最新情報をもうそのホームページの中にこのページを作成 しております。これもね、随時追加していくことになっておりますね。もうちょっとフォローしておいてくださいね。これは本当に単板ウクレレでいい音がするウクレレですので、皆さん。ぜひお見知りおきを。ガズのわがままウクレって言います。で、あと本をいろいろ出してます。はい、これ伊藤ミュージックの100曲入りのこの黄色い本がめちゃくちゃ大ヒット中でございます。ありがとうございます。なんで売れてるかというと、わかりやすいから、すごい簡単でこうシンプルだからですね。100曲もありますし、ぜひお手に取ってみてください。あとはこの主婦の友から出てる、主婦の友社から出ている私のこういろんないいこと言ってる本もありますんで、こちらの方もいろいろ本出してます。ホームページにその辺のことも書いてありますね。で、あとガズさんですけど、ガズトークというサブチャンネルやってます。おしゃべりチャンネルです。ガズトーク、もしちょっと見てみたいなと思った方、ここにリンク貼っておきますんで、ちょっと覗いてみてください。ブログも書いてますからね。よろしくお願いします。それでは皆さん、楽しく音楽やりましょう。さよなら、バイバイ。